3ラウンドです。うん、ここは無理に詰めませんですね。左2つ入れました、まあ、うまく流していますがミドルキックもらった。全体柔らかいんで、まあ、反りながらもダメージかわしてるんですよね、はあ、ボディです、やはりボディだ。ミドルキック、マンツーまで行きました。最後ミドルキックはこれは深く入った。もう一つちょっと嫌がった、右のガードが降りた。ちょっとミドルが止まりましたね、一瞬。しなやかなこの足が右の脇腹を捉えました。ゴミのちょっとね、嫌な顔したんですよね、今ね。強敵ですね、強いですね。左ミドルもう一つですね、分かってますね、引いてるのが。前蹴りを食らった、後ろに下がるゴミ、タックルにならない、いきます。さあどうだ、上になった。タックル回る動きが非常にいいですね、はい、変わらず。寝かせろ、コンプリしよう、コンプリしよう。さあここからはグラウンドの展開。右の膝を立てています。今度は左、絶対立たせちゃいけないと。セコンドから上から強いパンチ、ここは寝かしつけたまま行きたいですよ ね。グラウンドのことを考えると、ここでスタミナ奪いたいですよね、プレッシャーかけて。現在3ラウンド、タックルですね、サイドを探ろう、いや右の膝が立っています。またガードをクローズドに戻す。左の膝を畳んで、さあパスガードを狙います。左足は越えそうな形、ゴミ。あ、普通にハーフでもいいですからね、押さえつける効果は絶大ですから。あ、ここは抱えるようにしながら足を抜いていきます。左足は完全にガードから越えました。ボディ、今度は顔面。あ、見事見事、腰をすっと切ってサイドを取りました。ここはスタミナ削りたいところですね。立ち上がるさせない、ゴミ。マウントだ、大事にいきたいですね。時間はまだあります、大事にいきたいですね。1分40秒あるんですか。チャンスですね。首をかけて肩固めの体勢だ、スッと抜いた。反応が早い、しかしまだチャンス。簡単にバックには回らない、チャンスですね。強いパンチ、これを嫌います。これをしつこくやりたいですね、しつこくやりたいですね、バックに丸動きをすることでパンチが打てなくなってるんですね。しっかり乗りこなしています。今度は左から、これはチャンスですね。背中を向けた、いや、向けさせません。また正面に向いた顔面に拳を落としていきます。これを嫌って下から首を抱えるハービー。今度はサイドを取りました。逆に膝もあるぞ、これだ、これだ。マウントよりサイドの方が良さそうですね。そうですね、これはこれぞ、まず背中を向けてしまった。今度はバックマウントも取る、いやいや、このままです。アメリカのレームは禁止ですかね。そうですね、膝、ボディに膝、効いてる効いてる効いてる、立ち上がった、いけいけいけ、整体してくるとパン
肩が柔らかいですか。柔らかいんですか。あれは、まあ、まあ我慢したでしょうね。まあゴミも攻めたんでちょっと疲れましたね。疲れましたね。いや今はラウンド終了のゴング。さあここから西野の。そうですね。まあ北岡戦はありましたね。はい、そうですね。